はい、皆さんどうもこんにちは。岩手県県庁所在地の盛岡駅です。盛岡では新幹線で UE2、UE3 の連結の様子を見ることができます。先日福島駅の様子をご紹介しましたが、今日はこの盛岡駅での E5 系、E6 系といったはやぶさ、小町号の連結の様子などを含めて、盛岡駅がどういう駅なのかを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょうど降りますのは、今僕が乗ってきました下りはやぶさ小町21号、はい、先行の小町号は秋田行き、後方のはやぶさ号は新青森行きです。盛岡来るのは本当に久しぶりなんですが、盛岡駅では新幹線の連結、切り離しを見ることができます。最初に出発しますのは E6 系の単独、7両編成、単独ではないな。最初に出発するのは E6 系新幹線、赤い車両先行して7両編成、秋田方面に向けて出発。次は田沢湖に停まります。この、ね、連結機のカバーがね、このパカッと閉まるんですけど、さあ出発です。出発してたら今は開いてますけど、あれが閉まります。で、同じタイミングでこっちのフル規格の2号系もしくは H5 系もしっかりと連結機を進めます。まあ、この光景がですね、この盛岡駅では、まあ、1時間に1回はかな、まあ、見ることができるんですけども、 E6 系が出発したら、ね、ここから在来線に行きますので、まあ、このフル規格の線路とはお別れして左側に降りていきます。今思えば E5 系のなんか重量側がライトついてるってあんまないですよね。で、まあ、今連結が終わりましたんで、もう今ね、もうあの列車出発していきます。37分に出発、新青森行きで、次は岩手沼区内に泊まると。本当は岩手沼区内行きたかったんですけど、ちょっとポイントが足りなくてね。そう、仙台から乗ると岩手沼区内で距離的に200キロ超えちゃうので、あのポイントがね、7000ポイントぐらいはかかるんですよ。そんななんかちょっともったいないじゃないですか。そうなったら東京行った方が全然いいよっていうことであれなんですけど、見ると E5 系と全く同じなんですが、まあ実はあれは E15 系です。なんか新鮮だな、こっち側の顔、10号車側が閉まってるってのもあんまないからね。かっこいいわ。さあ出発です。出発していきました。あの列車はまあ普通にフル規格なので、ここから先もね、ずっとまっすぐに進んでいくことになります。今やってきたのは17号車側です。すぐそこにね、高速バスとかのバスセンターというか、まあバス乗り場もあるんですけども、まあ、盛岡の駅ね、まあ、普通に見るともう島式ホーム2面4線の作りですね。まあ、当たり前のように。で、まあ、特徴としましては、さっきも言いました新幹線の連結をね、当駅では行っていますので、 E5 系とね、 H5 系もしくは E6 系という、あ、ごめんなさい、 E5 系 H5 系の、まあ、フル規格10両編成と、あと小さい新幹線 E6 系をつないで17両編成っていう、なんか E6 系が遅れてるって言ってるのは、小町が、上りの小町号が。そうですか。今盛岡駅ですけども、連結に関しましては下りと上りでしっかりとホームが分けられています。今みたいに新青森、新函館北斗、そして秋田方面に向かう新幹線に関しては、今いるこの14番線から出発していきます。で、東京方面に向かう列車に関しては、あれ、もう来んの、あ、もうこんな時間か、あら、ならちょっと上りに行きますか、せっかくだし。で、東京方面に向かう列車は反対側11番線で連結をすることになっています。まあ、なんでこれはね、今の福島駅とは違うんですよね。福島駅はもう全部今14番線だけですけども、まあ最終的にはもうちゃんとね、あの下りと上りでホームが分けられるっていう。昔はね、 E3 系の小松とか来てたんですけどね、盛岡、僕もね、最終の、あの本当に E3 系の R 編成の運用最終日に盛岡からね、乗ってったんですよ、仙台まで。やまびこね、その動画ね、あのいろいろあってちょっと僕のファイルから消えちゃったんで、皆さんに
お届けすることができなくて本当に申し訳なくてですね、一応写真だけは残っているんで、もしかしたらパッと貼り付けているかもしれませんけども、で、まあ、12番と13番も一応ホームはありまして、まあ、大体この東駅折り返しの今止まっているようなあの E5 系のね山彦号とか、まあ、あとは一部のなんかあの本当早いはやぶさとかね、あの単独の重量とかだったらたまにこっちのホームに入ってもうすぐ出発していくみたいな感じになっています。あとね、若干こっちの方がねホームの幅があの車両とホームの幅がね若干隙間が空いているらしくて、多分新幹線を通過することを考慮してのことなんじゃないかなとは思うんですけど、さあ来ました、はやぶさ小町24号です。あ、ごめんなさい、今ははやぶさ24号です。まあとりあえずじゃあちょっと連結の様子をね見に行きましょう。で、まあ在来線のホームはねここから西口と、あと IGR 岩手銀河鉄道線と、これ本当にブレーキうるせえな、IGR 岩手銀河鉄道線と花輪線は違う改札から行かないといけないので、てかそういえば盛岡ってスイカ使えるようになりましたよね。今思えばスイカ乗ってねどっか行ってもいいんだけどね、コンコースはこういう感じでね、改札はねここの南改札と北改札っていう2つと、あと在来線に接続をする改札です。東京側のホームは基本11番と12番で、仙台駅とはだから真逆なんですよ。仙台駅は東側が13、14で、反対側が11、12なんですけども、こっちはやまびこ64号ってこれも白石蔵止まんのか、やっぱかっこいいね、ここでね連結するんですよ東京方面は。じゃあ U39 編成だ、また随分新しい編成だね。立派だよねこの連結機に、新幹線連結して走るんでしょ、いや考えられんわ本当に。編成番号の Z とね秋田新幹線時代の秋っていうのがありまして、まあ、在来線から来ますのでその関係で信号機も設置されています。11番とね、あと14番にも信号機があります。12番と13番は多分信号機がねないんですよね。14番には一応同じところにあるんですけど、こっちはないんですよ。でもたまにね12番と13番でも連結することはね一応あるんですけども、まあ、あの元々は囲碁系重量で走ってきた山彦号単独だったんだけど、当駅であの増結してはやぶさになったりとかそういう時もありますんで、まあ、そうなるとあの盛岡車両センターにいる色気単独をね持ってきて連結したりみたいなことも行われています。だこれ小松24号15分遅れ、到着見込み13時55分って書いてるよ。おいそんなに遅れてくんの、本来だったらもう到着してますからね、13時48分だから。だから本来でしたら今頃入線してきて、まあ、連結するときに3回ぐらい止まるんですけども、それを永遠に繰り返していくみたいな。皆さん見てください、懐かしの R 編成時代のやつが残ってるよここに。おお乗りてえな、あの時撮ったんだよな、写真見、じゃ見ますかねせっかくだし。いややっぱ E3 級はねあの翼型好きだけど、やっぱちょっと R 編成の方が好きなんだよなっていうのは僕だけかな、ちょっとわかんないけど、あ県境で停電したらしいですよ秋田と岩手の間だから、もうどこかちょっと分かんないけど、どうやら停電の影響で新幹線は遅れている模様です。 あったあった、これ見えます、これほらこれ最終日に乗りに行ったんですよ盛岡まで、ちょうどここの辺りだわ。いや懐かしいな、てか久々に見たな、俺こんなことやってたんだな。それだけやっぱね E3 系の R 編成には思い入れが深いですね。さあ僕がさっき追い抜かしてきた川崎停車の山彦号が到着です。 U12 編成、長いロングノーズが、まあ、当列車これ遅れてるんで 今時点3本止まってますけどね。普段だったらこの時間でしたらもうあの早朝出発してますんで並ぶわけはありません。
こっちはね11番線側です。まあ本当ごくたまに E2 系もね盛岡来るんですけど、今年のねお盆はどうなんですかね。いやお盆にまた E2 系の盛岡運用入るんだったらちょっとさすがに行こうかなとは思っているんですけど、盛岡駅のエスカレーターは、まあ、ちょうどまあ2つありまして2箇所で、ね、このままちょっと、まあ、あと7号車と8号車あたりに1つと、あと反対側の10号車の連結器付近にそれぞれ2つずつ設置されています。であとは階段が多分ここかな、このあと7号車手前とか6号車の後ろのあたりにあるっていう感じで、多分そんなに多分、ね、これだけだったと思うんですよ。反対側はね階段は確かなかったんじゃないかな。もうじき来るかな。あ、やっと来るのね。もうじき来るそうですけども、まあ、ちょっと遠いんですけど、まあ、新幹線ね、あの在来線からこの、 あのアプローチ線をね使ってこの、まあ、新幹線用の方に入ってくるんですけど、まあ、線路が1本しかありませんので、今ちょっと新しくアプローチ線を作っている福島駅とは違って、一回本線に入ってこっち側に入ってくるっていう作りをしています。まあ、福島駅はもう構造上ね今時点も14番にしか入れませんけども、盛岡であれば一回入ってからね少しあの何アプローチ線上がってきてから一回本線に合流してから入ってくるんで、一応ねまあ、だからまあ何14番でも入れるし11番でも入れるし、入ろうと思えばどのホームにでも入れるっちゃ入れます。ちょっと遠すぎてね見えにくいかもしれないんですけど、一応今肉眼では見えているんですけど、可能な限り一応ね拡大しています。現時点ではまだ連結器カバーは開いてませんけど、まあ今開きましたね。今連結器カバーが開きました。まもなくの到着です。開きました。小町24号です。連結をする際はまず1回止まります。停車位置としては12号車13号車のあたりです。まあ、新幹線ですからね1回止まったらすぐ乗れますかって言うとそれは違います。連結をするために一度止まりました。ここからね多分あと2回ほど止まるんじゃなかったかな。はい、少し軽めの汽笛を1回鳴らし、ホーム側の乗務員の人とこうやってね連携を取りながらスピーディーに連結をねしていきます。はい、今やってきました。もう一回止まります。一応ホーム側にもね、あと反対側に一応ねあの、まあ、鏡もついてますので、いろいろとそういうものを使いながら停車位置を確認しながらもう一回止まります。ここから秒ですからね、すぐ行っちゃいますので。はい、行きました。はい。はい、前へ前へと、はい、はい、やわやわとかなんかそういうことにちょっと全然詳しくないんで分かりませんけど、ここで連結が完了です。はい、なんかかっこいいね。15時5分、現時点で15分遅れです。てかもうこの列車出発したら多分これもすぐ出るんだよな。14時8分だもん。すごくね、3分間隔で新幹線出ていきます。今14時5分だけど、もうこっからね、多分この子はねもう本気出してもうぶっ飛ばすと思いますよ。さあ出発です。15分遅れ、はやぶさ小町24号出発です。いや楽しみだね、ここから何分回復するのか非常に楽しみだ。どうせだったらこの列車にね実際に乗ってみたかったな。
これももうじき出ますよ。なんかこの後にハヤブサが来るとか言ってるな。あれハヤブサ来るならそれちょっと待ってみようかな。あ、どうやらまたもう一本来るらしいですね、単独の重量。今ちょうど出発していったのがこれなんですよね、このハヤブサ小町24号。あ、でも言うて仙台14時37分に着くんだ、早っ。あ、違うよ、そんなわけないよ。だって13時59分の出発の見込みでしょ。違うよ、今出てったってことだから、まあ、40分ぐらいかかると見込みすると、やっぱだから着いて14時40分ぐらいなのかな。で、仙台始発のやまびこがね、いるのかな。あ、いるよね。だからこのやまびこの前には多分着かないとね。これも白石田を通過だから、頑張って多分これの前には行くんじゃないかなとは思うんですけど、まあいいや。まあちょっとね、こういうこともあるんだなっていうのは、まあ、ある意味ちょっとね、まあレアといえばレアなので、それもいい経験にしておきましょう。さあ、郡山まで各駅停車のやまびこ64号の今日はね、見送りまして、動画は締めたいと思います。やっぱこうやって見ると盛岡から乗る人ってあんまりいないかな。じゃあそんなわけで今日は盛岡駅をいろいろとご紹介させていただいたんだけど、ちょっと待てよ、もう次の岐阜系が待ってんだけど、ちょっとそんなことある？え？動画締めようかなと思ったら明らかに止まってるんですよ、今あそこで。これもね、盛岡駅あるあるなんですけど、新幹線が遅れるとね、結局止めざるを得ないんで、あの東北新幹線とかのね、東京とかだとさ、新幹線遅れるともう本数多すぎてほぼ入れないじゃないですか。そうなるといつもね、あそこで止まってて、もしあの車両出発したらそこですれ違うみたいなことがね、もうしょっちゅうあるんですけど、あんまないですよね、あっちから入ってくるのは。 U25 編成はなんかよく見るやつだな。これどこ始発だろう、新青森始発か。てか14時17分発なのに14時10分に来る、早くね。なんでこんな早いの。何これ日によって、何これ小町と連結する運用だったとか、なんかそういうやつ。まあいいや、まあ、そんなわけでちょっと話脱線しましたが、じゃあはい、今日はここで終わります。じゃあどうもありがとうございました。